正一さんをご紹介いたします。近藤先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは。連日のご奮闘、心から感謝と敬意を申し上げたいと思います。ただいまご紹介をいただきました民主党幹事長代理を務めます衆議院議員の近藤正一でございます。先ほど村山富市元首相から渾身の思いを込めた訴えを聞かせていただきました。戦争を経験した者として二度と戦争を起こしてはならない、これからの世代に絶対に悲しい思いを殺し殺せられるようなそんな時代を作ってはならない。残念ながら先週衆議院におきまして強行採決が行われました。与党政府関係者はとんでもないことを言って、この連休に連休を越せば忘れてしまうだろう、ファックスも抗議の電話もそんな大したことはない、とんでもないじゃないですか。私もあの特別委員会当日委員会室におりました。今吉川さんからも話がありました。安倍首相は国民の理解は国民の皆さんの理解は進んでない、こういった、進んではないんではないんです、みんな理解してるんです、だから反対してるんです。そしてまたこんなことも言っていました。あの戦争に対する認識はどうなんだ、総理は歴代内閣と一緒だと、こういう言い方であの戦争に対する謝罪の言葉も反省の言葉も全くなかったわけであります。あの日本国憲法が成立して間もない頃から自民党の中にこの憲法は押し付けられた憲法だから見直さなければならない、作り直さなければならない、自主憲法を作らなくてはならない、そういう声がありました。中心だったのは安倍首相のおじいさんの岸信介さんだった。その背後にあるのは、背景にあるのは、あの戦争を間違っていなかったんだ、そういう思いではないでしょう。あの戦争は間違った戦争だ、絶対にこれからは戦争しない、殺し殺されない、その決意を国民が憲法に込めて、国民が憲法を作った、しかしそれを権力者だから総理だからといってましてや解釈で変えるなんてことはとんでもないじゃないですか。私たちも国会で政府与党としっかりと対峙してまいります。そして同時にこの戦いは国民皆さん一人一人と政府与党安倍首相との戦いであります。何としても負けるわけにはいかない、私たちがこの平和を作っていくんだから、私たちが生きていく社会だから、絶対に負けるはいかない、共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。ただいまのお話は衆議院議員の近藤正一さんでした。ありがとうございました。